トの季節が、そして過ぎてゆく。あの子が言うには、ちゃんと就職してほしい。あの子が言うには、二人で暮らすことを考えて。あの子が言うには、叶わなかったらどうするの。あの子が言うには、好きだけどもう待てないわ。阪神尼崎駅の南口のロータリーのところに、夜の8時になれば埋め立て地へ向かう送迎バスが止まってる。菓子パンのサンメルシーにかじりつきながら、俺は喜んでそのバスに乗り込ませてもらうぜ。アルバイトの季節が、そして過ぎてゆくが、でかい荷物を持ち上げて、死ぬまで諦めん。誰かが言うだろう、いつまでアルバイトするつもり。誰かが言うだろう、早く大人になりなさい。誰かが言うだろう、昔は僕も夢あった。誰かが言うだろう、昔は私も夢あった。阪神尼崎駅の南口のロータリーのところに、夜の8時になれば埋め立て地へ向かう送迎バスが止まってる。菓子パンのサンメルシーにかじりつきながら、俺は喜んでそのバスに乗り込ませてもらうぜ。アルバイトの季節が、そして過ぎてゆくが、そんな話聞いても絶対夢しばく。例えば俺には叶わなかったらそれはそれ。例えば俺には叶わなかったらそれはそれ。それよりヘタレになることの方が死に近い。それよりヘタレになることの方が死に近い。阪神尼崎駅の南口のロータリーのところに、夜の8時になれば埋め立て地へ向かう送迎バスが止まってる。菓子パンのサンメルシーにかじりつきながら、俺は喜んでそのバスに乗り込ませてもらうぜ。アルバイトの季節が、そして過ぎてゆくが、でかい荷物を持ち上げて、死ぬまで夢狙う。おとんが言うには、なれんぐらいならやめてまえ。おとんが言うには、しんたらしとったらいてまうど。おとんが言うには、お前の年やったら家に金入れろ。
おとんが言うにはなりたいもんになってみろ。阪神尼崎駅の南口のロータリーのところに夜の8時になれば埋め立て地へ向かう送迎バスが止まってる。菓子パンのサンメルシーにかじりつきながら俺は喜んでそのバスに乗り込ませてもらうぜ。アルバイトの季節がそうして過ぎてゆくが、でかい荷物を持ち上げて当然叶えたる。おかんが言うには体にだけは気ぃつけや。おかんが言うには東京行くなら地震に気ぃつけや。おかんが言うにはちゃんとご飯を食べなさい。おかんが言うにはやりたいようにやりなさい。阪神尼崎駅の南口のロータリーのところに夜の8時になれば埋め立て地へ向かう送迎バスが止まってる。菓子パンのサンメルシーにかじりつきながら俺は喜んでそのバスに乗り込ませてもらうぜ。アルバイトの季節がそうして過ぎてゆくが、でかい荷物を持ち上げてそれでも夢を見る。